で、次に移動型 CT をご紹介したいと思います。で、まあ、従来の移動型 CT というのは実はいろんな施設で入ってたわけなんですけども、まあ、基本的には外科系用のこういった視野も用いた簡易的な CT 撮影が一般的だったわけですね。で、我々の施設も、もともとこういったシーメンスの、3D が撮れるようなシステムとか、まあ、他の病院とかではこういった非常に重いような CT、術中の、移動型 CT っていうのがあったわけなんですけども、まあ、ちょっと実用性に富まないということがありまして、ちょうど京都に森田製作所っていうところがあるんですけども、そこと、共同で、新しく国産の移動型の術中 CT っていうのを開発いたしました。キーワードは高画質で被曝を低減するということ。で、簡単に操作できると。で、簡単に移動できる。看護師さん1人でも、若い看護師さんが、小さい看護師さんが1人でも移動できると。まあ、こういったものを、目指して開発に当たりました。で、まあ、実際にこういった術中の移動型 CT を用いて外科治療というのを行っているわけなんですけども、まあ、現在は、下垂体の腫瘍とか頭頸部疾患、感覚器疾患、あと四肢や、四肢などの骨病変に対してこういった移動型の CT の需要が伸びてまいります。で、まあ、CT なんで、おそらく骨病変の外科治療で非常に有用です。なんで、各診療科で、まあ、骨病変を扱う先生方、非常に興味を示しておられて、まあ、今後ますます需要が高まるんじゃないかなと思っています。で、少し、症例を提示したいんですけども、これは下垂体腺腫です。例えば下垂体腺腫であれば、我々の施設は脳外科と耳鼻科で共同で手術をしてるんですね。まあ、こういった、まあ、コラボレーションの手術というのをやってるんですけども、こういう下垂体手術は鼻の奥の方にある腫瘍を取るということがありますので、実際に内視鏡で手術をするわけなんですけども、術野としては非常に狭いところで非常に重要な構造物を温存しながら手術をしないといけないという非常に難しいところがあります。まあ、こういったところで、この術中の移動型 CT と術中 MRI を併用するなどのシステムが非常に有用にであるということが分かってきています。これは CT、移動型の CT と術中の MRI を併用したような下垂体の手術なんですけども、非常に大きな下垂体の手術な、あの、えー、腫瘍なんですけども、下垂体腫瘍なんですけども、これ術前でございます。で、術者の感覚で手術をしますけども、実際に術中に MRI を取るとこのような形残ってます。これ術中 MRI がないと、この残ったままで手術を置いてしまうことになるんですけども、そこでもう一回手術室に戻って、さらにこの部分を摘出するということで、いわゆる肉眼的には全摘出を目指して手術ができると。で、そういったときに、CT を併用しますと、これは取りに行くためには頭蓋底の骨を削らないといけないんですけども、こういった削ってる範囲がどこまでいけてるのかっていうのを確認しながら手術ができるので、まあ、いわゆるこの非常に贅沢な話なんですけども、術中の CT と術中の MRI を併用して、腫瘍を取るということで、より安全で的確な手術ができるということが可能となってきてます。で、例えば頭頸部疾患で、これ耳鼻科の症例なんですけども、さまざまな頭頸部の疾患あると思うんですけども、これ使われた異物が入った症例で、どこに入ってるかわからないということで、 CT で一旦場所を確認して、で取ったという手術例なんですけども、このような形で、まあ、簡単に手軽に取れる CT でありますので、ちょっとわからないなという時にちょっと来てっていう形で取れるのが非常に魅力ではないかなと思います。で、これは耳鼻科の方の、感覚器疾患なんですけども、例えば、まあ、骨質形成術とか人工内耳の挿入というのに使われているわけなんですけども、まあ、これ骨質形成の時にどこまで骨を削ってるかって、今までは術者の感覚だけで、終わってたわけなんですけども、途中で CT を取ることで非常に精度の高い手術ができるようになってきたということです。で、またよく先天性の難聴の子どもさんにこういった人工内耳を入れないといけないわけなんですけども、これもやはり術者の感覚で今まで入れてきたわけなんですけども、実際にその人工内耳を入れるときも、どこに電極が入っているかどうかというのを確認してできるということで、耳鼻科の先生も非常に精度が上がったということで、非常に対応されているわけでございます。で、最後には整形外科と形成外科の方なんですが、やはり骨病変とかには非常に強いです。だから骨関節病変、四肢病変っていうのに関しては非常に有用で、例えばどこの骨折があるのか、どのような形で腫瘍が入っているのかっていうのが、カラカラカラッと持ってきて回した CT でこういった映像を得られるわけで、より正確な手術ができるということで、まあ、これまで困難とされてきた手術を取り組むことができるということで、ますます、使われるような形になっております。で、まあ、この術中3テスラ MRI と移動型の CT の意義なんですけども、やはり外科治療成績の向上に大きく貢献しています。で、それは安全性でもありますし、その手術の精度でもありますし、当然手術なんで我々目標を立ててますので、その治療目標の達成率が上がってます。で、患者さんに最も大きい、もう一つは低侵襲な手術ができるような形になってきているのがポイントになっています。
で、まあ、今後はさらなる外科治療成績の向上に当たるわけなんですけども、まあ、こういった手術支援システムを用いてさまざまな外科領域で新しい治療手術法を開発しようという動きがありますので、こういった新しい治療法というのを提供できればなというふうに我々は思っています。で最後になりますけれども、新規導入しました術中の3テスラ MR と移動型 CT を用いた外科治療について紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。